はい、ってことで急にね、ドア回しましたけれども、すみちゃんにお野菜をあげるお時間でございます。でも夜なんですけど、寝る前にね、ちょっと戯れの時間をいつも設けていまして、今日はね、ほうれん草をあげておりますと、一応ね、カットした小松菜もここにあるんですけど、なんかほうれん草を最近私が安くて買ってきたので食べるかなと思って、こんな感じで。何どうしたの、甘えかちゃんですね。すぐなんか私の膝の上に乗ってこようとしてる甘えかちゃんです。でね、ほうれん草を実は今日初めてあげます。初めてあげたんですけど、食いつきは良さそうだね。こっちは困るのかな、どこ行くの。そう、ここね、奥入らないようにと思ってぬいぐるみをそこにかませたんですよ。これあのシャドーバースの、ルナっていうキャラクターがいるんですけれども、そのネクロマンサーっていうクラスのねキャラクターで、ルナっていう女の子がいるんですけど、このルナが持ってるぬいぐるみですね、前にゲーセンで撮ったやつをはめたんですけど、今ね普通に入るんだよね、ジャンプして、でジャンプして出てくるんだよね。考えると別にはめなくてよかったのかなって思うけど、あのうちのねシェフィーさん、今電気消えてますけど、シェフィーさんがいない。 あシェフィーさん水容器で寝てるね、あれね、まあ、シェフィーさんをね散歩させるとシェフィーさん奥に入りがちなんでちょうどいいかもね。何どうしたの、甘えたちゃんほらほうれん草も普通に食べる、ね、結構食ったな。ただこっちは食わなそうだね、クッキー。いや食うな。ああもうそれ以上は外には出せないよ今日。あっちダメ。リビングの方がね広いんで、リビングの方に行きたがるんですけれども、今日はリビングちょっと汚いんでダメです。あと絨毯これなんか折らないでこう L 順にしてたけど、これ折った方がいいかもな、後で折るか。これ何をガリガリしておる、仕入れの壁をガリッとしてますね。まあガリガリしても傷つかないんだけどね。これこれすずほうれん草の茎だよ。あ折れたさあほうれん草の茎は折って中に入れてるお野菜ボックス。ああ。よいしょ。これ。もうなんか遊びたくて仕方ないんだね、どっちかったらね。今食べたい感じじゃないんだね。散歩したいのかしら。散歩する？うん、いいよ。Thank you.
しょ。リビング。いや、近い近い。近い近い近い。真っ暗なリビング楽しい？よいしょ。たまにね、フローリングじゃないんだけど、このうちの床フローリングじゃなくて、なんて言ったらいいんだろうね、これね、なんか。ピント合わねえし。ピントが合わねえ。何にピント？なんかね、ちょっとこうプニッとした床なんだけど、ちょっとね、滑るんだよね。他の動物ちゃんたちに比べると変な隙間に入らないんで、そこだけは安心ですね。このモモンガとかはね、ほんと隙間隙間に、まあ、たまにこういうね隙間にも入るけど、全然大きい通りに出てくるんですぐ。でもうちのね、フクロモモンガちゃんとか、まあ、散歩できるので行くとフクロモモンガちゃんと、あとはシェフィーさんね、サバンナモニターは散歩できるんだけど、あいつらはね、なんか角の隙間とか本当に、それこそその今鈴のいるねところのこのメタルラックの下の隙間にね入って、あれどこ行ったってなることが多いんですよ。でもこの子はね、そういうことが少ないね。若干臆病ではあると思うんだけど、まあ、草食動物って大体臆病だったりとかね、天敵から逃げるっていうのが本能に刻まれてるので、あの隠れようとはしがちだと思うし、臆病な方だと思うんだけど、あの結構大きい鳥にこうやってドンっていてくれるんで、なんか最初鈴をねハーネスつけてたんですけど、ハーネス自体は気にしないんだけど、鈴が気になるみたいで、なんか鈴をねガジュガジュ噛むんですよね。でケージの中に鈴もねちょっと入れてるんですけど、その中おもちゃとして噛んで遊んでるんで、多分首についてる鈴もなんか音鳴るものついてるって思って、あの多分ガジガジしてるんだと思うんですよ。音鳴るものが気になるみたいで、音鳴るおもちゃが結構好きだから、こうガシャンって鳴らすのが近づいてるでしょ。こういうねガシャって音が鳴ったりとか、カサカサって音が鳴るものに遊びに行きがち。そこはなんだろう、うちのフクロモモンガとかそうですよね。フクロモモンガは逆にこういうカサカサ音嫌いだったりするんですね。でもこういうカサカサ音逆に好きで、この子はカサってなると一回遊びのスイッチ入るとああやってね遊ぶんで、おそらく首についてる鈴も散歩してるときどこにいるか分かるようにね鈴つけてるんですけど、今はつけてないけどね、鈴つけてたんですけど、それも多分遊びのスイッチとして鈴を気になって、なんか音鳴るものが首についてるですごい気にしちゃうんですよね。で鈴つけてないとそんなに気にしないんですよね。だから本当に、あ、音鳴るものが気になってんだろうなっていうのがこう何日かね、うちに行って観察をしていて思ったところですね。どういうこと？その隙間入るのか、その隙間入ってキッチンの方に行くのか、なんかどこに行くの？トイレだよ。そっちお風呂。するものが気になるんだね。めっちゃホリホリしてる。テンション上がってんね。どうした？おいで。おいで。
出してると来やすい。どこか一点を集中してみて。お、あ、自分のケージの方戻ってった。ちょっとお腹空いたんですか？かわいいな。そう、ウサギさんはね、ずっと欲しかったのは欲しかったんですけれども、なかなか白ウサギちゃんってね出会わなくて、気が付いたら白ウサギちゃんに出会って、いい出会いでございました。何、また散歩？ちょっと食ったらまた散歩行くの？そう、迎えるならね、白ウサギって決めてて、なんか他のウサギちゃんの色がダメってわけじゃないんですけれども、白ウサギが本当に好きで、灰色とか普通のなんだろう、ウサギらしい色って言ったらいいのかな、なんて言ったらいいの、クリーム色、黄色系というか、ウサギちゃんよりは白いウサギがずっとこういいなと思っていて、白ウサちゃんはね、なんか出会うたびに大体売り切れとか売れてたりとか、そもそも入荷ね見なかったりとか思ってて、今回まさかのね出会いだったので、抱っこしたらダメだったね、抱っこした時にはもうお迎えててらばってなってますよね。どうした？興味津々なんだけどね、そんな悪さしないから助かってますね。あとまあ下に変なもの今置いてないんで、基本的に、まあ、下に物はあるものの、食べちゃって大変なものっていうのは下に置いてないんで、そこがまだいいところですね。すず戻るよ。すずおいで。すずおいで。おいで。はい。はい、戻る。よいしょ。すずもう終わり。散歩終わり。すず終わり。それ食べたら中戻ろうか。ああダメよ。自分で中戻って、あ、えらい、あー、もうちょっと中戻って、よいしょ、よし、えらい。ちょっとね、戻ってもこっちの方ね、今開けてるからこっちから入ってくるんだろうな。よいしょ、あー近い、あー近い、テンション上がってるね、テンション上がってぴょんぴょんしてるね。よいしょ、うわ、ご飯がめっちゃ落ちてる。よいしょ、ご飯は入れてある。チモシーが、チモシーが下に出てるんで、チモシーは少し上にまた戻しましょう。この牧草はね、あとは食べかけの牧草は捨てちゃうか、下のやつ。よいしょ、あ、これは大丈夫、残りは捨てちゃいますか。あー、そっから出てこようとしないの、そっから出てこようとしないの。あ、元気なことはいいことですね。よいしょ、のは捨てちゃいましょう。何？もう楽しくなっちゃってるんですよ、君。もう寝る時間だよ、すず。って言いながらね、この時間に出したのは私なんですけれども。近い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 。このチモシーは捨てちゃうとダメだ、これ全然噛んでない、これ入れとこう。この辺は紙くずみたいなやつは
噛んだクズはねちょっと捨てます。そしてさっきのほうれん草の余りを野菜を入れてるね、この網やみに食べる。はい、チモシどうぞ。あ、チモシちょっと食べて捨てた。あとスズごめん、あの中に行ってほしいんだ、まだここの絨毯調整するだけだから。はい、君はダメです、こっちにいてください。あ、絨毯調整するだけだからちょっとそっちにいてください。あー、ダメです、出しません。じゃあ、あ、出してあげるっていう合図じゃないの。ダメです、ダメです、ダメです、もう終わり、ダメよ、そっちに行く。はい、そっち、はい、そっちに行く。出してあげるの合図じゃない。ああ、出してあげるの合図じゃない。この辺すごいな、うんちが。ああ、違うよ。出してあげるの合図じゃない。この辺うんちがすごいな。あの普通に絨毯の上に溜まってるやつをね、こうやって取って捨てます。ああ、違うよ。おとなしくしてて。あー、違う。すごい可愛いんだけどね、好奇心がねめちゃくちゃ旺盛で、この子本当に。あー、違うよ、ダメよ。あー、違うよ、ちょっと隙を与えると出ようとするのやめて。あ、ダメよ。あ、ダメ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 、出たね、あの子ね。ダメです、あ、ダメです。よいしょ。あ、ダメよ。あ、ダメよ。はい、終わり。よし、これで絨毯もパターンだし大丈夫やろ。ああ、お水の中にチモシーが、うわ、あと お水の中にお水容器の中にうんち入ってるな。ちょっとこのお水も捨てましょう一回。あ、ダメよ、出てきたらすぐ出てくるんだから。はい、どうぞ、新しいお水よ、新鮮なお水よ。さて、少しだけ切った小松菜をここに、ちょっと茎の部分なんだけどね、入れてやって、で夜中にもね、なんかペレットをちょこちょこ食べてるっぽいので、少しペレットついて食べますか。よいしょ。なんか暴飲暴食をしてる感じはねないので、軽く追加。よいしょ。はい、追加で、はい、入れて、こんなもんでいいかな、入れすぎかな。まあ今はまだね成長期なのでね、太りすぎてないし、
良きかなと思っておりますよ。さてここに入れて、ここの隙間にもなんか挟まってるね。よいしょ。ちなみにね、1週間に1回ぐらいのペースで大掃除をしてます。大掃除って言っても、あの1回下に引いてるね、このマット取り外して、洗ってすぐ乾かして入れてあげて、あとはそこのハンモックもね洗って、ですぐ乾燥機かけてね、あの入れるって感じ。あのここがまっさらになります。でまっさらになる1時間ぐらいの間は、この子はだいたい部屋散歩かなしてることが多いですね。だいたい部屋散歩させて、洗濯物で1時間、乾燥もかけてまあ1時間半2時間ぐらいかなやって、すぐまあ入れてあげて、でね、何もない空間でね、こいつ寝ようとするんだけど、すごいなんかだらしない格好で寝るからね、あの大丈夫ってなるんだけど、まあそれはそれで可愛いんですけどね。まあそんな感じでやっております。でね、毎日一応掃除機がけかな、あのうんちがその辺にポロポロと落ちてるんで、見つけては掃除機かけたり、まあ、手で拾ったり、手で拾えるからね、ポロポロうんちだから、こうやってこのポロうんだからね、こうやってねすぐ拾えるので、なんかあのトイレにポンって捨てたりとか、まあ、ゴミ箱にポイって捨てたりっていう感じですね。他の子よりは掃除の頻度だけは必要かな、うんちを結構するんでね。でもほんとそれぐらいって感じですね。でね、この子も1匹増えたところで世話をすることっていう手間はね、あの変わんないんで、他の子でもねお世話っていうのは常日頃ありますから、別段なんかそんなに変わんねえなって、1匹増えたぐらいじゃ全然もうびくともしなくなりましたね。最初1匹増えたり2匹増えたりってなった時にはね結構大変でしたけど、もう今や、うわー出てくるね、出てくるね、ダメなんだよ、ダメなんだよ、チェッみたいな顔されてもさ、ダメなんだよ、出してよみたいな顔してるけど、もうダメ、もうダメよ、もうそろそろ寝ましょうね、もう今やっぱ首が回らない、リリリリ、なんかですね、ここ1週間2週間ぐらいずっと首が痛くてですね、寝違えたのかなって思ったのに、なんか寝違えの首の痛さじゃないんだよなこれな、なんか湿布めっちゃ首にね腫れまくって、もう1週間2週間ぐらい腫れまくってるから、体から3発の匂いするんだけど、あのほんとなんか首が痛くて、で今時間がね1時になる前だから、もう部屋散歩って感じではないですね。ちょっとご飯食べて、あとは中でピョンピョンピョンと飛び回って、あのちょっとしたら寝てください。よし、今日のお散歩はねそんな感じでございます。はい、あのうちのなんか夜のルーティーンってほどのルーティーンじゃないとは思いますが、夜はだいたいこんな感じ、寝る前にちょこっとだけ出して、少しご飯を食べたそうにしてたりとか、あと出してくれっていうアピールをしてからになるんで、今日ね出してくれアピールがすごかったんで、出してあげて少しこうやってね、小松菜とか、今日はほうれん草あげましたけど、ほうれん草全然食べるね。うちの子人参だけ食わないな、本当に。ウサギって人参好きなイメージがすごい強い気がするけど、食べない。馬なのかな、馬の方がでも人参好きな感じか、ちょっと分かんなくなっちゃって、まあそんな感じの夜のルーティーンというか、私とスーさんのね過ごし方でございます。この出してくれっていうアピールがすごい、こっちに来てこの辺ガシャガシャやるんですよ。カメラ向けたらやめた、カメラ向けたらやめたあなたカメラ向ける前ここでガシャンって今やったでしょ、一回出してみたいなアピールしたでしょ、急にやめんの、私そんなことしてないよっていう感じかい、あなたうまいね、女優か、急に毛づくろ始めた。まあね、そんな感じでございます。はい、
よろしければね、こちらのチャンネル登録と高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上リントとすずちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。